オーストラリアのクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州の海岸に近い温帯雨林や熱帯雨林に自生する。果実は加工して利用されるほか、庭木や街路樹として、オーストラリアでは非常に人気がある。別名として、チェリーサティナッシュ、チェリーアルダー、クローブリリーピリーなどがある。樹高30メートル、関径90センチメートルに達し、旺盛に葉を茂らせる。 主観はまっすぐ伸び、樹皮は赤茶からピンクまで、鮮やかに発色し、ユーカリのように薄くめくれる。栽培環境では、なかなか7メートル以上の高さには生育しない。ライベリーの新馬火山灰を多く含む土壌を好み、乾燥を嫌う。光沢のある葉は、新葉のうちはピンク、または赤く発色し、やがて小緑へと変わっていく。 歯には禁煙のクローブに似た方向がある。開花時期は11月から12月。花弁は約1.5ミ、mm、リメートルでクリーム色、集合下をなす。湯水は5ミリメートルほどの長さになり、太もの化の植物らしい特徴と言える。美しい新馬果実は直径約13ミリメートル、中に約4ミリメートルの種子を一つ含む。 12月から2月頃に熟し、エミューなどの野鳥に好まれる。種子の発芽率はあまり良くない。果実は酸味があり、クランベリーとクローブのような香りを持つ。そのため、生食よりも個性的な風味のジャム、ソース、シロップ、お菓子に加工されることが一般的である。商業栽培はそれほど盛んではない。 1980年代前半から注目を浴び始めたブッシュタッカーとしてはメジャーな存在になっている。ありがとうございます。